で、かやぶきといえば有名なところは、岐阜県の白川郷と、富山の五箇山と、京都の三山の3カ所ですね。私が住んでる三山町っていうところは、京都から車で1時間ぐらい走った山奥にあるんですけど、まあそこは、本当の日本が未だに残っているところで、とっても自然の豊かなところです。私は西尾春夫です。かやぶき職人をしています。今年で21年になります。今僕らより若い職人がもう日本全国に50人ぐらいしかいないです。6年前からかやぶきの築150年近い古民家を改装して一棟貸しの宿を運営しています。かやぶき屋根っていうのは5000年以上の歴史がある。もう人間がこの自然の中で生活しだしてから草でお屋根を作るということをやってたみたいで、太陽と土と水と空気があれば毎年永遠無限に生えてくる材料で、それで屋根を作ることによって、その太陽の恵み、神様への感謝の気持ちを込めてこれは作られた建物なんですね。素材は元は日本でいうススキなんですけど、屋根を作るときはやっぱり材料が一番重要なので、絶対に雨に濡らさないように腐らないようにもしますし、日本の場合はきっちりこう角を立ててまっすぐに作るんですけど、その角を作るのが一番難しくて、やっぱり5年ぐらいは最低経験が必要です。屋根は一部私が順番に直していってます。一棟で最低でも1ヶ月はかかります。内装も古い佇まいを残しながら、ですけど水回りは最新の設備を入れて不便のないようにしてあります。2階は屋根裏なんですけども、本来三山で屋根裏っていうのは茅を貯蔵する場所で、私はリフォームして部屋にして空間を作ってます。であと僕が作った鶏小屋がありまして、でお客さんはそこで毎朝新鮮な煮立ての卵を取ってもらってます。事前にご予約いただいたら食材のセットも用意してまして、この町で採れたものを僕らが集めていきます。2号店の三山かやびらは新築タイプのかやぶきでモダンな感じにしてまして、とても自然のロケーションのいいところです。かやぶきが作り出す空間に滞在していただくと、まあとっても不思議な感覚がありまして、ある外国のお客さんがこの宿に泊まると時計が止まるっていうふうに表現されました。一泊でお泊まりになられると 100% のお客様が後悔されて、もう一泊したらよかったっていうふうにおっしゃるのも、やはり昔の日本人が表現した永遠性というものをまあ感じることができて、まあそういう空間で親しい家族であるとか親しい仲間と過ごすことによって、自分たちの大切なものは何かということをまた見つめ直すことができるんですね。僕はこの会話を聞いているのは神殿だと思ってます。